持ち株会社整理委員会は、第二次世界大戦後、連合軍の占領統治下に置かれた日本において、経済民主化政策の一つである、財閥解体の実施にあたった、特殊法人。英訳名を略して、HCLC とも呼ばれた。1946年に交付された持ち株会社整理委員会令を根拠法令として、設立された。学識経験者から、 内閣総理大臣が任命する委員によって構成される合議制の機関であり、委員の中から委員長、常務委員、監査委員を選出していた。最高意思決定機関は、委員総会で全委員の2、3の出席をもって成立し、議決には出席委員の過半数を要した。また、委員総会のもとに事務局が置かれ、日常の業務に当たった。 財閥解体の実施という職務の性質上、政府からの独立性を保つため、政府機関ではなく、持ち株会社整理委員会令に基づく法人という、形態が取られた。活動の財源は、手数料収入によっており、独立採算であった。その後、過度経済力集中排除法案に審議の過程で、その組織形態を問題視する声が上がったため、 周彰法成立とともに委員会令が改正された。主な改正点は委員会検査人を廃止し、内閣総理大臣が直接監督する周彰法関係業務に関する財源は予算に基づいて国庫から支給される監査員を廃止し、決算は会計検査員の検査を受けるである。なお、1946年4月4日付け覚書により、 連合国最高司令官は会議議案の修正や業務の実施を監督する権利を留保する委員会のすべての会議の日程は総司令官に事前に通告されるとともに会議には総司令官が指名した代理人が立ち会う立ち会い人は会議の議事録その他一制の記録を自由に閲覧できる総司令官が委員として指名したものに対しては内閣総理大臣は 任命を拒むことができないとされていた。主たる業務は、以下の通りであり、持ち株会社整理委員会令及び、会社の証券保有制限等に関する件に、基づいていた。また、過度経済力集中排除法の施行後は、同法に基づいて、特定の企業を過度経済力集中状態と、認定し、同状態を解消するための諸措置の設立。 工場その他の施設の処分などの実施監督も行っていた。ありがとうございます。